はいどうも三浦です。今回はねリスナーさんからコメント欄で、こういうクエストがありますよということをね教わったんでやってきました。僕もね一応妖怪ウォッチ新打ちのどんなクエストがあるかっていうのねインターネットでまあちょっとね調べてあるんですけど、正直この大航海船長のクエストがあるっていうことはね知らなかったんですよ。うん。でリスナーさんからねコメント欄で教えてもらって、あそうなんだと思って行ってみたんですけど、最初来た時いなかったんですね。うん。このクエストをやるためにはねちょっと条件があるみたいで、なぎさきのなんだろう左端の方にね船釣りのおじさんのクエストがありますよね。あれをやった後じゃないとこのクエストができないらしい。でさっきやってきたんでね、これで確かできるはず。じゃあやっていきましょうかね。おお、もう後悔しかないぞ。あ、この妖怪って、石になっていた人形無理やりお嫁さんにしていたやつです。おめえらのせいだぞ。おめえらのせいで人魚に振られちまったんだ。あなたが勝手にお嫁さんとか言ってただけでしょうよ。そんなことないぞ。あの時おめえらに負けなければ60年以上も続いた幸せな結婚生活が終わることもなかったんだぞ。幸せな結婚生活？人魚ずっと石でしたけど勝手に結婚生活。でも私たちも悪かったかも。なんか邪魔しちゃったみたい。そんなことないと思うけどな。一応石になった人魚さん助けたわけだし。いやいやいや、石化した人魚とずっと暮らすなんて無理ありますって。どのみちいつか石化が解けたらバッサリ振られてたんですって。そうとも限んないでしょそんなの。失礼な。そこまで言うなんてあんまりだ。だって本当のことですし。ちょっとウィスパー言い過ぎだよ。船長泣いちゃってるじゃない。こんなにガタがいいのにすぐ泣いちゃうんだ。もう俺様の人生は後悔だけだぞ。船長だってまだこれからいいことあるはずだよ。本当かな。ほら人形じゃなくてももっといい人に出会えたりとか。出会い？俺様にも新しい出会いが？うん、多分結構いい加減な。でも一体どこに行けばそんな出会いがあるって言うんだ。あの愛しい人魚に出会えたのが奇跡だったんだぞ。そんなことないって。そこまで言うなら手伝ってくれよ。俺様の婚活をよ。婚活？このおっさんの結婚相手を探すの手伝ってくれってことですよ。あ、そうか、うん。ちょっと待ってくださいよ。そこまでしてあげちゃうんです？結構大変そう。レベル65。また誰かと戦うのか、これは。あー、やっちゃうんですね。どうなっても知りませんよ。おめえら本当に探してくれるのか？見直したぞ。おめえら実はいいやつだったぞ。でもどうするんです？船長の結婚相手なんて当てあるんです？全くない全くない。それはまだわかんないけど。あー適当なこと。ほら言わんこっちゃない。そもそも小学生が結婚相手の紹介なんてできるわけありゃせんって。しかも妖怪だしね。しかも相手妖怪だし。うん、言われてみればそうだよね。そのことなんだけどよ。俺様実は人魚に会うずっと昔からちょっと気になってる子がいたんだね。いたんだぞ。人魚一筋だったんじゃ。でもそれってどんな？私も知ってる妖怪かな。俺様もまだ話したことはないけどよ。なぎさきの海にいるっていう、それはそれは美しい妖怪なんだぞ。しかもよ、何百年も美しく若い姿のまま生き続けていて、黄金の人魚と呼ばれる子だぞ。また人魚か。懲りもせず。おお、何百年も美しく若い姿のまま生きる黄金の人魚なんて聞いたことも。で、また人魚かい。人魚って、人魚好きなんだね、このおじさん。あーたね、まだ未練たらたらじゃないですか。違うど、人魚系女子がタイプなんだど。人魚系女子って？
ね、探してみようよ、その黄金の人魚っていう妖怪。妖怪ウォッチを持っている私なら見つけられるかもでしょ。黄金の人魚ってあれだよな、ヤオビクニだよね。ま、そこまで言うならしょうがないですね。で、どこにいるんです、その黄金の人魚さんは。それがよ、俺様だって何百年と後悔、いや後悔してきたけどよ、一度もお目にかかれたことはねえんだよ。一度も会ったことないのに好きになっちゃってどういうことなんだよこれ。ダメじゃないっすか、俺様が知ってんのはこういう言い伝えだけだど。世にも珍しい太陽と雨が出会う日、太陽と雨が出会う日、天気雨の日か、海の底より黄金の人魚来たるってよ。それっすよ、しっかりヒントあるじゃないですか。でもおめえら海の上まで行けるのか、船なんて持ってねえよな。それなら渚の漁師さんに乗せて行ってもらおうよ。それで、あのさっきのクエストやっておかなきゃいけなかったな。いい、太陽と雨が出会う日に船釣りに出るんですね。これ条件結構厳しいよ。うん、探してみようよ、そういう天気の日なら会えるかも。おお、ありがとうよ、黄金の人魚ちゃん探してくれよ。ウィス、私たちに任せなさいって。なんだかやる気が出てきましたよ。でも、もし黄金の人魚は見つかっても、この船長とうまくいくのかな、そこが問題だよな。いや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 、天気雨の時にあの船釣りのおじさんの船に乗せてもらうんでしょ。これちょっと確率的に大変だな。さあどうしようかな、天気雨ってそんななかなかないよね。今ちなみに晴れか、ちょっと待てよ、雨が降っているだけでもダメだよね。とりあえず船釣りのおじさんのとこに行って、リセットマラソンして天気が変わるかどうかっていうのを確かめるかな。とりあえずは、あ、そうだ、自転車があるんだよね、もういつも忘れるんだけど。さてと、遠いな結構、船釣りのおじさん。着いた、あ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 、雨が降った。天気雨じゃないんだけど、試しに行ってみようか、これで。さあ、じゃあ行くか。本当に漁師の船。あ、なんかかっこいいな、この船。あ、なんか天気晴れてるんですけど、晴れてるんですけど。ちょっと待って待って、せっかく雨降っていたのに。戻るか。そうか、場所が変わると雨だったり晴れていたりとかね。いや、これ難しいな。あ、晴れてる、いつの間にか。ちょ、もう一回、もう一回。ちょっとここはスキップして。あー、難しいなこのクエスト。おお、天気雨来た。今日は天気雨か、珍しい日だね。むむ、ふみちゃん、これバチコン来るでしょ。そんなのんきなこと言ってる場合じゃございませんよ。え、どういうこと。さっきからものすごい容器がビンビンするんですよ。この近くの海の上です。妖怪レンズでサーチしてみましょう。珍しくウィスパーさんのこの妖怪レーダーか、このくるくるした髪の毛ね。髪の毛じゃないのかこれは。まあ一応これね、あの妖怪レーダーなのかな。役目があるんだよね。あー、よかったよかった。どこだ。ここら辺か。いた、いた、黄金の人魚だ。妖怪を見つけた。ヤオビクニ、話しかけてみよう。あらら、もしかして見つかっちゃった。気持ちいい天気だからって船なんかに近づいちゃダメね。私に会えたなんて運いいわよ。
それじゃあね、あ、行かないで行かないで、あ、ちょっと待って、何を、人間なんかが私に何かよ、ヤオビクに結構可愛いね。あ、ウィスパー、この妖怪ってそうです、くそその姿、風邪ひいて、すいません、ちょっと風邪ひいてるんですよね。その姿、その金色に輝く鱗、まさに大航海船長が言っていた黄金の人魚さんじゃありませんか。失礼ね、私にも名前くらいあるのよ、ちゃんとヤオビクニって呼びなさい。ヤオビクニ漢字が難しい。あ、これは失礼。それでヤオビクニさん、あのですね、うん、実はあなたに会いたいっていう妖怪がいて。ん、私に会いたい、なら自分で来ればいいじゃない。いや、それまあいろいろあるんすよ。それに言っておくけど、私強い妖怪にしか興味ないわよ。そいつ強いの？どうなんだろう、大航海船長。見た目だけは強そうだけど。え、それは？強いよ。私の友達妖怪も結構苦戦してたようだ。そうだったっけな。もう結構昔だからな。うん、本当かしら。ってあなた、妖怪と友達なんだ。うん。あなたに会いたがってるその妖怪とも前にバトルしたことがあるの。いいこと思いついたわ。あなたの友達妖怪強い？ちょっと遊んでみたくなっちゃった。もし私に勝つことができたら、そいつのとこ行ってあげるっていうことでバトルになるんだ。わかった。バトルで勝てばいいんだね。ええ、楽しくなってきたわ。それじゃ始めましょう。ちょっとメンバー的に、今のメンバーちょっと問題があるかな。こいつはね、多分水系の妖怪なんで、うわー、雷のね、そうそうそう、絶対雷に弱いんだ。うわー、自爆魔すげえ食らう。やっぱトラジローだな、今回。いや、やばいやばい、それちょっと食らったらやばそう。食らったら、オッケー。おお、そんなダメージ入らなかった。うわー、やっぱハートっていうのはないな。あ、あげることできんじゃん。あれ仲間にできたのかな、ヤオビクに。うん、よかった、勝ててよかった。やるわね、あなたたち強いじゃない。あ、私の方がビクビクしてきちゃったわ。ほら、勝ちましたでしょ。どうです、私たちもやるもんでしょ。あら、あんたいたっけ。ギク。でも約束は約束よ、言ってあげてもいいわ。ほんとありがとう、ヤオビクに。それでどこに行けばいいの、どこの誰に会えば。うん、大航海船長ね。ふーん、冴えない名前。まあ行くだけ行ってあげる。あなたたちとっても強かったし、そいつだって強いんでしょ。また遊んであげちゃおうかしら。さっきは結構楽しかったしね。それじゃあね。あー、それそうなったらちょっとまずいな。でもいいんすかね、船長とバトルしたのだいぶ前っすよ。相当昔だよ。レベル10ぐらいの時かな、確か。いや、それはないか、さすがに。もうちょっと上か。ふみちゃんの友達妖怪もあの時は今ほど強くなかったですし、今の船長が勝てるかどうか。うん、あとは大航海船長次第だけど、ちょっと心配かも。うん、戻ろう。そうか、大航海船長ってレベルいくつの時に倒したんだっけな。でも物語的には結構中盤言ってた、うん、言っていたような気がするから、やっぱレベル20ぐらいかな。うん、じゃあこれからね、渚に戻りましょうか。いた、これで一応クエスト完了なのかな。なんか見つめ合ってるけど。だからそういうとこがダメって言ってるの。どうしたんだこれ、喧嘩してる。はい、ビクビク。わあ、なんかめっちゃ怒られてますけど。あら、あなたたち来てたのね。ちょっと聞いてくれる、一体何があったの。この男よ、こいつがいきなりこの私に告白なんかしてきたのよ。ガツガツしすぎだろ。
だからわざわざバトルしてあげたらあっさりやられちゃうし、やっぱ弱かったか。もう弱すぎ、信じらんない。ああ、なんとなく予想ついてきました。図体ばっかりでかいくせにこんなに弱いダメ男とは思わなかったわ。もう返す言葉もありませんど、ふん、何も言いかせないんだ。やっぱり最低。きついな、ヤオビクニ。ヤオビクニちゃんにも振られちまったど。はあ？別にまだそんなこと言ってないじゃない。え？あんたみたいなダメダメ妖怪には必要でしょ。どういうことだこれ。違うの、あんたみたいなダメ男は私がいなきゃダメっているの。あ、これはあれか、カップル成立。はあ、何勝手に喜んでんの。別にあんたなんか認めてないんだけど。そう、結局どうなったんだこれは。それで結局どうなっちゃったんです。この男の不甲斐なさには本当に呆れちゃうわ。800年以上も生きてきたけど、こんなダメダメ妖怪初めて。800年、長い。長いな。大九段よりも長生きしてんじゃないか。800年。だからこの私が面倒見てあげなきゃダメでしょ。そうなんだ。要するに八尾姉さん、俺様と一緒にいてくれるってよ。ね、姉さん呼び。おめえらには世話になったど。なんか礼をしないとな。ずっと大事してた人魚グッズをやるど。今の俺様にはもういらねえ。人魚の宝玉ね。なるほど。これがあれば人魚さんを八尾国に合成することはできるの、確か。え、人魚グッズそんなの持ってたの？キモ。なんでキモいってなるの？それに勘違いしないでよね。あんたのことを鍛え直したらこんな場所すぐ出ていくんだから。はい姉さん、ビクビク。これなんだかんだ言いつつもずっと出ていかないパターンですよ。このお二人意外にもお似合いなんじゃないですか。いいことダメ船長。あんたが本当に強い男になれるようにその性根叩き直してあげるわ。あ、クエスト終わった。なんか、なんだろう、ちょっと寂しいな。また妖怪ウォッチ新打ちのクエストがまた一つなくなってしまった。カッコつけてるけど、カッコ悪いよ。あ、術の秘伝書ね、3つゲットか。うん、はい、ということで今回はねここで終わりたいなと思います。